エストニア銀行は、エストニアの中央銀行。エストニア銀行は独立宣言からちょうど1年となる1919 19年2月24日に、当時の暫定政府によって創設された。1921年からは、エストニア独自の通貨マルクの発行を開始した。その後1928年1月1日に、クローンに切り替えた。当初1クローンは、スウェーデンの1クローナと10日であった。 1933年に約35%の切り下げを行い、イギリスの1ポンドスターリングと投下とした。1940年、ソビエト連邦がエストニアを編入し、エストニア銀行も国有化された。エストニアソビエト社会主義共和国の国有銀行として、モスクワの連邦政府の統制の下で、エストニア銀行は金融取引業務を扱っていた。 通貨もソビート連邦ルーブルが唯一の通貨とされた。この時1クローンイコール1.25ルーブルというレートで切り替えられたことはエストニア経済にとって極めて不利となった。エストニアがソビート連邦から分離する直前の1989年12月15日、エストニア銀行について翌月一日からソビート連邦の統制を離れた業務を再開する。 ことが決定された。同月28日には、エストニア共和国銀行法が可決され、エストニア銀行に独自通貨の発行を認める規定が盛り込まれた。また、1990年3月15日には、業務内容を定めるエストニア銀行定款が承認された。1992年6月20日に、通貨制度の改革が実施され、エストニアはルーブル県から離脱した。 また、エストニア唯一の通貨をエストニアクローンとすることが定められた。この時一ドイツマルクイコール8クローンとするペック製が採用された。その後、州連合の経済通貨統合により、ユーロが導入されることに伴って、1998年12月31日以降は1ユーロ、イコール15.6466クローンで固定されている。2004年5月1日に、 エストニアが欧州連合に加盟したことに伴って、エストニア銀行は欧州中央銀行制度に加わった。さらに、翌月27日からは欧州為替相場メカニズムに加わり、エストニア政府は近い将来のユーロ導入の目標を掲げ、2004年12月15日には、エストニアのユーロ効果のデザイン案が発表された。エストニア銀行は、現代における、 中央銀行のすべての機能を有している。エストニアの金融システム安定のほか、金融、通貨制度の発展と形成、通貨クローンの発行、金融監督、決済システムの機能確保といった任務を担っている。エストニア銀行の政策は、物価安定に関わるものでもある。銀行の活動については、エストニア銀行法で規定されている。エストニア銀行の最高意思決定機関は、 理事会であり、議長と8人の理事で構成される。また、中央銀行の運営を司る役員会は総裁と3人の副総裁で構成される。ありがとうございます。